埼玉県の児童生徒の皆さん、こんにちは。埼玉県教育委員会教育長の高田直義です。昨年から新型コロナウイルス感染症により学校生活にもさまざまな影響が出ています。皆さんの中にも感染したらどうしよう、友達と遊べない、修学旅行や部活動が制限された、進路や将来が心配など不安や悩みを抱えている人がいると思います。不安や悩みで心が辛くなることは決して珍しいことではありません。誰にでも起きることです。特に思春期と呼ばれる時にはより不安定になりやすいと言われています。中には自分一人では解決できない大きな悩みを抱えてしまったり、一人で解決しようと頑張り続けて心が疲れてしまったりしている人もいるかもしれません。そのような時には家族や先生などに相談することが大切です。話を聞いてほしい、助けてほしいと伝えてみてください。大人に話すのが少し難しいと思ったら友達に話してみましょう。もし周りに気になる友達がいたら、どうしたのと声をかけてみましょう。とにかく話を聞いてあげるだけでいいのです。そして信頼できる大人に一緒に相談に行きましょう。このような少しの勇気、少しの優しさがかけがえのない自分やかけがえのない友人を守っていくことにつながります。埼玉県教育委員会では24時間の電話相談も受け付けています。またホームページにも窓口を案内しています。周囲に相談しづらいときはいつでも相談してみてください。あなたの不安や悩みを必ず聞いてくれます。あなたは一人ではありません。